二度とうちの子に手出ししないよう徹底的にお願いしますよ。お願いします、探偵さん。お任せください。実はある女性を探していただきたいのです。うん。これを。モデルのヘビちゃんだ。彼女です。やばい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 、この人絶対ストーカーじゃん。よもや女、この男の中の男をストーカーか何かと履き違えておるのではあるまいな。なんて思ってませんよ。こんな風に愛されてエビちゃんは幸せだと思います。どないしてスタッフ、よう見てみろやこの顔。お釈迦様のようです。おい女、アザゼル殿のことをキモい、ブサイク、大嫌いなどと思っておろう。いや、そんなことないですよ。精神、行為を悪意、米食をパン食に断言せる。我が能力をもって覆らぬ思想価値観ははっきり言ってない。やめとかんかい。アザゼルさん、お前ら佐久間さんに何したんだ。お願いです、アクタベさん、岡田さんをこのヘビちゃんと結婚させてあげてください。ヘビ、たった今この女の事務所から依頼を受けてきたところだ。たちの悪いストーカーにつきまとわれてる。なんとかしてくれってな。このまま警察にご同行願おうか。普通に逃げてください、普通に。さあ、地獄の開口より現れいでよ、嫉妬の悪魔、安泰。いや、契約。それ以上近づかないで。もちろんお前の望む生贄は用意してやる。望みを言え。じゃあ、好きって言って。スケスケ。これで契約成立だな。ひどい。でもそんな鬼畜なあなたが好き。最近のメガネっ子ブームに乗っかって男に媚びようって魂胆がそのメガネにありありと現れてる。どうぞこいつは本当にブー。メガネさえなければあんたなんかただのブース。アクタベさんの寵愛を受けるのは私一人。すごい見える。なんかクラクラする。では14時に池袋駅で。よし行くぞ。え、どちらへ。蛇腹だと打ち合わせだ。普段のストーカーを排除するためなら何が起ころうと受け入れる覚悟がある。この覚悟今でも変わりはありませんね。結構では。自分の女の前で別の女口説いて。目がいい。はっきり二重のお目目がとてもいい。おいヘビ、その顔。なになになに。お似合いよ。その醜い醜い一重まぶた。微妙すぎる。チッ。いくら口で言い聞かせても無駄か。もっと嫉妬心を煽ってやるか。チッ。いやー、蛇原田さんは本当綺麗だな。引きた、蛇ちゃん。この物質は蛇ちゃんではありません。これでおとなしく手打ちまようや。いやだね、蛇ちゃんじゃないもん。もんやない。言うことを聞かんか。どうやらお前ら俺のことを舐めているようだな。ああ、ふんこしてたんちゃうの。皆さん、ちょっと貸して。あ、戻った。帰ろう、早く帰ろう。アンダインが幸せを感じると呪いは解ける。いつまでもくっつくな、生臭い。